このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は秋田市中心市街地に店を構えて40年以上老舗の洋食屋ブランチにお邪魔します。本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。めちゃくちゃ美味しかったです。あれここって何年ぐらいやってるお店なんですか？ここ、はい、48年目に入りました。48年目か、もうジャッジとかいいか。いや、まあ、もう対決してまして、あの僕が選んだ、チーズハンバーグランチか日替わり定食を、はい、この越前さんにですね、私がどっちが良かったかを選んでみて、うん、選んでみて、お気に召したかをね、はい、どっちが良かった上でね、どうでしたか。もう、いや、選べないですよね、両方美味しいということは、ドロードローだ。いや、選べないです。やっぱりドローですか。ハンバーグは本当に、うん、ハンバーグだけじゃなくて、あのパスタとか、トウモロコシとか、あと人参のグラッセとか付け合わせもすごい、あと卵焼きなんかも美味しかったし、うん、で日替わりなんか3つ入ってて、ね、大根、あとお肉、うん、だからエビフライ、うん、これは全部どれ食べても外れないなって、うん、2つペロで、ご飯もすごく、なんだろう、ご飯美味しいなと思って、うん、2つペロでしょ、うん、それで、あのオイソースも、うん、オイソースが、ね、美味しかったんですよね。絶妙なタイミングでね、ハンバーグが本当に持ってるしかも、ね、ハンバーグの、ね、オイソースがまた効いてて、あれはね、嬉しいサービスですよね、うん、あんないっぱいこうかけれると。無理よ、やっぱり味がまた優しさがあるからね、なんぼかけてもね、そうだ、いっぱいかけても美味しいソース。でも、しばらくやればちゃんとお腹すぐよ。すぐちゃんと紹介して。うん、いや、ほんと。ね。へぇー。一回物一切ないね。あ、こっち。全部いいものを使ってらっしゃる感じ。全部お水も。だから、何も満杯でも。うん、気が遅ればちゃんとお腹すぐる。これ、通いたくなるお店ですよ。はい、全部お店ってこの、うん、あのお休みの日とかってあるんですか？あのね、今までは日曜だけ、はい、日曜だけだけ、はい、でもね、これからとみんなあと休もうよって言うから週2回休んだらいいかなと思ったりして今考え中、考え中今のところ日曜日だけだけど、うん、ですね、はい、いや、人気の、ね、お店です、うん、時間って何時から何時までやってるんですか？あのね、今は早く帰ってる。前はね、2時、3時まで、うん、あ、ランチ終わってからもやってたんですか？だからね、今はね、うん、あと2時か2時半とかあと帰る。いや、2時半、あと嫌だね、うん、あと歌っつて歌ってことあと嫌だねっつって、お疲れもあるでしょうから。2時とか、まあ、でもランチ、あと、うん、何時にオープンしてるんですか？オープンの時間は、あんたまだ入るとき、夜ちょっと早くから、はい、11時半とか、あんたまだ来る前に、あとお客さん、あと2人いましたよ、もう入ったの、あ、じゃあ11時しまったの、うん、あ、そうなの、うん、11時くらいにはもう空いてて、うん、入ってるよ、ね、うん、はいはい、ちょっと最後お母さんに、ちょっとあの見てる方にちょっと一言、ちょっとPR 来てねみたいなのもしいんですけど、お店の PR して何でもいいんですよ、ね、みんないい顔で映して、みんないい顔で映して、みんないい顔で、せーの、また来てね。おいソースもらえるかな、綺麗な手。次回も知ったけいいとこプレゼンします。